はい、どうもダラマニュー DB です。今回はね、まあ前回か前々回かわからないんですが、まあ前にね、トップ1万から、5000までのね、必要な経験値をね、刻みでね、まあ、調べたんで紹介したと思うんですがね、今回は、そのトップ5000からね、トップ1000までね、調べることができたんで、まあね、周回しながらね、話していきたいなと思います。まずはですね、まあ、前回言った通りトップ5000ですね。トップ5000は、まあ、114,100ですね、経験値。約、11万ということで、まあ結構ね、必要な感じですね。こっからが長いんだね。5000からは、だいぶ、まあ1日で1000上げるのは厳しくなるんじゃないかって感じで、やろうと思えば全然いけるんですけどね。5000から4000は多分いきます。1日で。ガチレバーの話ね。時間が必要なんですけど、もちろん。で、そのトップ4000に入るのにね、必要な経験値の量はですね、僕が調べた時点では、127,600 でしたね。127,600ということで、まあ前回の、トップ5000から13,500。さらに EXP が必要ですね。はい。まあなんで、ブースト込みで大体何時間ぐらいかな ?5、6時間ぐらいかな ?6 時間ぐらいかな多分。大体2000、僕前経験値測った時、1ヶ月は、じゃなくて、1時間あたりの、ね、効率測った時、大体2200ぐらいだったんで、まあそうですね。6時間ぐらいかな多分。多分、もうちょい効率よくできると思うんですけど、広告とか見たりしてたんでね。なんで、まあ、頑張れば5時間ぐらいかな。で、まあ、トップ5000からトップ4000まで上がることができるといった感じですね。次、トップ4000からトップ3000までね、てかトップ3000に入るのに必要な経験値は、146,800 ですね。146,800 って、まあ、ほぼ、15万に近いんですけど、まあ、4000から3000まで上がるのに、さらにね、19,200EXP 必要と。大体ね、僕が調べた頃なんで、多分今はもうちょい上がってると思うんですが、まあ大体、まあほぼ2万必要ですね。はい。んで、まあ9時間ぐらいかかるかな。さらに。これ1日でいけるんかな、2万。やろうと思えばいけると思うんですが、9時間もやらないといけない。無理ですね。1日で上げるの。で、トップ2000に入るのに必要な EXP は、179,900というわけで。まあ、18万ですね、ほぼ。多分今頃はもう18万なってるでしょう。って感じで、まあ、33,100EXP 必要ですね。もうこっからは1日であげるのは多分無理やね。ここからは3000から2000は1日であげるのはマジで世界一ぐらいやり込まないのかな。3ぐらいやり込まないと多分厳しいですね。ほぼ18万必要なんで経験値がって感じですね。さあいよいよ、トップ1000ですね。はい、トップ1000に入るのにね必要な、これめちゃくちゃ時間かかったね。2000から1000まで調べるの、2000までは結構順調に上がってたんですけど、1000に上げるのかね、2000円から1000円に上げるのが、なかなか時間かかりましたね。はい。まあ、どれ必要なのかというと、まあ、トップ1000に入るには、256,800ですね。一気に飛んでね。まあ、2000円から1000に、1000円に上げるのに、さらに、76,900EXP 必要というわけでね。まあ、これはね、なかなかね、長いんじゃないかと。2000円から1000円は。ここはだいぶ長かったね。って感じですね。25万あればね、だいたいランカーなれるんじゃないですかね。猫とかゴスとか、まあ、人気なキャラ以外、まあ、は、多分ね、ランカー入り果たせるんじゃないかといった感じですね。多分、マッシュとかでやったらね、1位取れるんかな?無理か。さすがに1位は無理か。まあ、トップ10に入れるんじゃないでしょうかっていった感じですね。はい、というわけでね、今回はまあこんな感じでね、トップ1000まで、紹介していきましたが、まあ次回こま次、このまま刻みで、
言ったら、1位しかないんでね。100ずつね、次は刻んでちょっとね、検証していきたいなと思います。多分こっからもね、だいぶ長なるはずなのな。というわけで、ね、最後のご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。See you!